石川県が開発した高級ベドウルビーロマンの最高級グレードにあたるプレミアムが3年ぶりに出荷されました。久しぶりに来たって感じしましたね。県産ブドウのルビーロマンには一粒の重さがおおむね20グラム以上、糖度が18度以上など厳しい出荷の基準が設けられています。その中でも 1>, 1粒が30グラム以上となるものが最高級グレードのプレミアムに認定されていて、今日う、河北市の高松州出荷場で2房のプレミアムが出荷されました。プレミアムの出荷は過去13年間で29房だけで、2018年以来3年ぶりです。 全部の粒が 30g 以上というのはなかなか難しくてやはりあの少し足りなかったりというのは結構あるんですけども全てにおいてあの粒が大きかったので今日はもうとてもいいプレミアムだなというふうに思いましたこのプレミアムというものをまたいろんな方に見ていただいたり食べていただいてこのルビーロマン全体がこのコロナ禍でも盛り上がっていっていただければいいなというふうに思います ラフさのルビーロマンは明日競りにかけられます。